銀河系のみんな、こんにちは、ケミオだよ。今日はね、この間聞いてくれる？ケミオって革靴を履くとき靴下がマジで臭くなるみたいなの、自分では全然そんな意識ないんだけど、この間それを友達に怒られて、友達が靴下を捨てちゃったの、ケミオの勝手に。だからその友達になんかお返ししたいな、お返ししたいなって思ってたら、そうだ、もうすぐでホワイトデーじゃんって思ったの。だからやられた分はお返ししてやろうと思ったから、ケミオの足の形のチョコレートを作ってその女にお返ししてやろうと思うんだ。ちなみにその女ってこいつね、お返ししてやるんだ。今の説明でみんな趣旨は分かったかな。ちなみに彼女は私の大親友の友達。大親友の友達って変だね。自分の足のチョコレートを作るって超興奮するよね。汚いって思う人がいると思ったから、昨日のうちに足は洗浄しといた。おばあちゃんに3回匂い嗅いでもらったけどセーフだったから絶対大丈夫。 OK、 ステップ1、まずは紙粘土で足の形を作ります。どう？こんな感じ、いい感じだよね。そしたらこれを脱ぎたい。私は脱ぎたい。 OK。 OK、 抜くよ。ついに完成しました。じゃじゃーん、見てほら、足の裏とかいい感じじゃない。ケミオの足のサイズは 28.5 なんだけど、これがリアルトーティンダーだー。いやー、じゃん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 。続いてはチョコの生地作り。チョコレートを板チョコを溶かすのも初めてだから、どうやってやったらいいのか微妙に分かんなかったから、とりあえず粉々にした方がいいと思うから、これにかけてみるよ。4枚入れたんだけど、もうこんなにいっぱいになってきちゃった。だからちょっとずつガーガーやってから足していこうと思う。1回目ミュージックスタート。スタート。あ、見て、サラサーティコットン100みたいにサラサラ。ほら、おいしい。このままどんどんやっていくよ。ということで、ミキサーでチョコレートをやろうとしたら動かなくなっちゃいました。はい、完成。え、焦げちゃった。うるさいよ。ごめんなさい。電子レンジで今度やったらチョコレート溶けちゃったし、お兄ちゃんに怒られたし。ついに完成。すごい、表面汚いね。残ってバレンタインで本当大変だね。というか、やだ見て、ここまで凍ってるから、すごい浅田真央みたい。やだ、滑ってんじゃん。そんなことはどうでもよくて、できた。初めはどうなるかと思ったけど、できた。あとはこれを靴下に履かせて渡すだけ。めっちゃ寒かった。おじゃまっぷ、これあげる。何何これ、怖い怖い。早く見て、早く見て。怖い怖い。気持ちできない。何これ、気持ち悪いもんだけど。違う、チョコレート作ったのホワイトデーだから。
私の足のサイズ 28.5 キモい見てほら気持ち悪い等身だほら見てマグマじゃんこんなの見て素敵じゃない。ほらちゃんと見て指の感覚とか左足だからこれ豆もできてるので豆もちゃんと再現した。キモい。いつでも僕たちは一緒だよ。このシワは何？足のシワ。しかもポロポロ取れてる。紙粘土で作ったから。キモすぎね。ケミオのかかと。ねえ歯が折れる。自慢のスキッパが折れちゃう。友達の足を食べた気持ちは。興奮する。